3月20日水曜日、ネバーエールプロダクションプレゼンツダジャー。お聞きの皆さん、こんばんは。シンガーソングライターの辻翔吾です。この番組はお聞きの皆さんといろいろな話題で共感し合い、思わずそうだじゃーと方言が出てしまうような内容でお届けしてまいります。本日も公開収録ということで、足を運んでくださった方々と一緒に元気いっぱいの臨場感のあるラジオをお送りしてまいります。今夜もぜひ楽しんでいってください。よろしくお願いします。イエーイ、ありがとうございます。はい、いつものごとくね、皆さんとね一緒に、ダジャ、盛り上げていきたいと思いますけれども、なんとね今月でダジャがね終わってしまうということで、寂しい気持ちもあるんですけれども、まあ辻翔吾がパーソナリティを務める最終回ということでね、元気いっぱいお届けしていきたいと思いますので、皆さんもねぜひぜひ拍手とか笑い声とかね、ちょっとヤジとかもね、入れながらですね、楽しんでいきたいと思いますね。先週の新宿の回でも言ってましたけれども、まあ出会いと別れの季節ということでね、出会いと別れの季節、3月ね、職場の方々ね、お仕事されてる方とかは、まあ、新しい環境になる人もいるでしょうし、まあ、3月ということでね、またちょっとこう難しい話すると、なんですか、確定申告とかね、年度末調整とかね、いろいろお仕事が忙しくなる方もいらっしゃるかと思います。また学生の方もね、春休み突入、するのはいいものの、まあ、クラス替えとかね、いろいろあるんだと思うんですけどもね、本当にちょっとこう世話しない月ですけれどもね、皆さん風邪とかもね引かないようにね、ぜひ健康に過ごしていっていただければというふうに思います。僕は結構3月学生の時はクラス替えが結構ね楽しみだったんですよ。なんかあんまりね僕行ったことないですけども、ラジオとかでね、実はその小学校の頃3回引っ越しをしててですね、小学校4つぐらい違う学校に転校してるんですね。だからなんていうんですかね、結構その環境に慣れることが逆にこう毎回楽しみというか、こう根付いちゃってて、意外とその新しい年度末迎えて、来月から新学期だって言ってクラス替えとかがあると割と結構楽しみに、していた小学生でしたね。だけどあれですね、学生を卒業して社会人経験したりとかね、アルバイトとかし始めるとまあさっき言った年末調整とかね、確定申告とかね、なんか結構めんどくさいことが多いなって言って、学生を卒業してからは結構3月がね苦手だなっていう意識が強くなりましたけども、ちょっと前にね、モネちゃんがツイッターでね、なんか確定申告してきたみたいなことをね書いてませんでしたっけ。見ました皆さん。あれちゃんもやればできるじゃんってね、内心ちょっと、いや思いませんでした皆さん、ツイッター見た時にちょっと思わなかった。なんかさ、そんな話ちょっとしてたよね、先月のラジオかなんかで、初めてなんだけどどうしたらいいんだろう、みんな教えてみたいなことを確かに出しちゃって言ってたと思うんですけど、そうだからツイッター見た時になんか別にお父さんでもなんでもないのに、はあ、自分のことのようにこうほっとしたんですよね。モネちゃんやればできるじゃんみたいなこと、うん、でって言ってる俺がね、まだできてないんですよ今年確かね3月15までだから、もうきっとこのね、ダジャが放送されてる頃は終わってると思うんですけどね。はい、なんでな、まだされてない方はお急ぎいただいて、って言ってもまあこれが放送されてる頃は皆さん終わってると思うんですけども、まだ経験したことがないっていう方でね、このダジャを聞いてる人はね、来年ちゃんとねできるように前もって準備していくのが一番いいんですね。なんかちょっと硬い話になっちゃいましたけどね、やっぱり僕ら、ね、歌い手なんかは結構その交通費だとか、ね、いろんなところでこう出費が出るときにやっぱこう領収書とかねレシートとかをこう地道にこう財布の中にこう僕なんか保管とかしたりとかして、この月は飲食代交通費これぐらいみたいな、こうノートにまとめるわけですよ。でそれをまあ年度末とかにこう、ね、出すわけなんですけども、これがまたすごい並ぶんですよ。
あの確定申告あの したことある人いますか？なんか行ってきた、あ今日行ってきた、うわすごい、今日行ってきたという人もね中にはいますけども、え並びました？めっちゃ並びましたよね。しかも今日平日ですよ皆さん、これ収録してんの平日でも多分数時間やりましたよね。3時間、あそう、僕もいや僕ねまだしてないって言いましたけど、一回ねチャレンジしたんですよ。あの仕事が早めに終わって、あのなん区役所じゃなくて法務なんだっけな、あのあそうそう財務省税務署っていうところにですね、まあ、その行って、やろうと思ったら、あの僕も平日に行ったんですよ。でね午前中に行ったんですよ。なのにすいません一番早くて3時間のご案内になりますって、まさにその会場の人が今言ってましたけど、3時間並ぶって言われて、3時間ですかと。その後あの僕ケツカッチンだったんで、ちょっと土日やってますかって聞いたら、土日やってますけど土日だと6時間かかりますって言われて、6時間もかかんのみたいな、と思って、だから1日の4分の1そこに使っちゃうわけじゃないですか6時間だと。だからちょっとね日を改めてね平日に行こうと思ってるんですけども、まあまあまあそんなねこうせわしない月なんですけれども、そうまあ話戻しますけど、ダジャがね今回で、今月で終わりということでですね、来月から新しい番組がね始まるとか始まらないとかね、詳細はまだまだ今の段階ではね非公開なんですけれども、ぜひぜひ皆さんそれも楽しみにしていただきながら、この3月のダジャーね、ぜひ最後まで楽しんでいただけたらというふうに思います。はい、よろしくお願いいたします。それではここでですね、毎年恒例で毎月恒例でやってきました僕のコーナーね、今回で最終回となりますけれども、今回もこちらのコーナーねやってみんなで盛り上がっていきたいと思います。題してあなたならどうする、あなたならどうする、あなたならどうする、あなたならどうする。本日、最終回を迎えますねこちらのコーナー、毎月違うシチュエーションでお題を、提示しですね、あなたならどうする、かをお便りで紹介して、いくコーナーでございます。今回のテーマ、お花見の感情をすることに、しかし唯一の候補日が降水確率 100%、あなたならどうする、あなたならどうするです。ということでね、この3月ね、卒業だとかね、いろいろ世話しないだとかっていうふうに先ほども言いましたけれども、なんといってもこのお花見がね、一番開催されるシーズンじゃないでしょうかね、3月ね。ということで、それにちなんでお花見に関係するねテーマを、シチュエーションを今日はね今回出させていただきました。今回もねたくさんのお便りいただきました、皆さん本当にありがとうございます。ということでいついつ紹介していきたいと思います。それでは5つ目、ラジオネーム、かすみそうさん、ありがとうございます。ありがとうございます。お花見の日が降水確率 100%、 あなたならどうする、あなたならどうする。花が綺麗に見える公園や通りを傘さしてみんなで歩いて、それからカラオケ行って桜の歌をみんなで歌いまくります。ということでですね、まあその雨が降っていようと、とにかくその花がちゃんと綺麗にね見える公園をみんなで傘さしながら歩いて、まあただそれで終わるんじゃなくて、カラオケにね室内に行って、桜の歌をみんなで歌いまくるということでね、これまあいい案ですよね。単純に桜の歌ってパッてこう聞いて、多分皆さんもこう あれだなあれだなとかって結構思い浮かぶと思うんですよ。誰だろう、まあ、例えば森山直太朗さんとかね、川口京子さんとか、あと鉄面師さんとかね、いろいろいるとあると思うんですけども、あとあれですね、生き物係さんもね桜出してますね。桜にまつわる曲結構たくさんあると思うんですけども、で結構やっぱこう桜っていうタイトルの曲とか、こう桜にまつわる曲ってね、ちょっといやらしい話売れる傾向にあるらしいんですよ。だからねちょっと根本萌音ちゃんもね、香川真司も通称もちょっと桜っていうタイトルね曲を出せたらいいななんていうふうにちょっとね思ったり思わなかったりまあいいですねこれね、いい案ですよね、盛り上がると思います。はい、ありがとうございます。それでは2つ目ご紹介いたします。
欲張りですね、1人で3通をご応募されている方がいらっしゃったので、こちらね、2つ目紹介させていただきます。はい、ラジオネームスーパーサイヤ人さん、ありがとうございます。はい、あ、拍手が起きないというね、どういうことでしょうか。 ありがとうございます、じゃあ1つ目、スーパーサイヤ人さんの1つ目、お花見の日が降水確率 100%、 あなたならどうする。あなたならどうする。全員カッパ着用義務ということですね。全員カッパを着て、参加ということですね。はい、まあこれ、まあ雨は確かにまあしのげますけどね、どうなんでしょうね、実際ね、カッパを着てお花見をしてる人たち見たこと、僕33年間生きてきて1回もないんですけどまあ結構不便利だと思うんですけどもね。まあこれ多分あれでしょうね、こう3つある中の1つ目なんで、多分こうジャブ的な感じなんだと思うんですね。これからちょっとずつ面白くなるかと思います。ではスーパーサイジさんの2つ目、お花見の日が降水確率 100%、 あなたならどうする。あなたならどうする。みんなで幹事の家に集合や。はい、みんなで幹事の家に集合するということで、あれ2つ目の割にはちょっと攻撃力が弱い気がするけど、気のせいか。まあでもそうですね、幹事の家、まあ、幹事の家の大きさにもよりますけどね。あの、間違いなく僕今ね 1K ね住んでますんでね、僕の家でもしお花見やるとしてもね、多分どうですかね、立ち見で15人くらいですかね、うん、辻正吾の家立ち見で入ってお花見できないですけどね、確実にね、うん、あ、でもね、僕ね、全然話ずれますけど、僕の家、あの、狭い 1K なんですけど、なんですか、こう部屋に入って向かい側がこうすごい結構大きめの窓なんですよ。で、窓開けるとね、この本当にね、地区も結構古いね、オンボロって言ったらあれですけども、アパートなんですけども、あの、うちの目の前にあるね、木々が全部桜の木なんですよ。それね、オーナーさんの心配りというか、まあ昔からそういうシステムなのか分かるんですけどね。だから、で、僕外にね、洗濯機があるんですけど、だから春になると、なんていうんですか、こう洗濯物をするとね、その洗濯し終わった僕の服に全部こう桜がねついてるんですよ。なんかちょっとこう風流ですよね。はい、どうでもいい自慢話しましたけどもね。はい、第3つ目、スーパーサイヤ人さん、ご紹介いたします。お花見の日が、降水確率 100%、 あなたならどうする。あなたならどうする。みんなでパラソル持って現地に集合や。お、これ全員カッパ着用と何が違うんだろう。傘かカッパっていうことですけどね、これわざわざ3つ起こる必要があったんですかね。パラソル、しかも傘って書かずにパラソルって書く、ちょっとなんか、お、なんかね、ちょっと気取った感じですね。パラ言います、皆さん、なんかちょっと、降水確率高いからさ、ちょっと当日パラソル持ってきてって、なんかちょっとなんかビーチパラソルとか持ってこられたらあれですけど、あ、そういうことかな。あ、なるほどね、傘じゃなくて、その要はビーチパラソル的なものを持ってきて雨をしのぐっていうことですね。あ、それの方があれですね、一番この3つの中ではなんかちょっとこう実用的な感じがありますね。なるほどなるほど、あ、それちょっと面白そうですね。雨の日にね、3月の雨の日にビーチパラソルを地面に刺してね、こうぶっ刺してね、乾杯ってやってる人たちがいたら、ちょっと、あ、愉快な人たちなのかなって思いますけどもね。はい、そういうことですかね、ありがとうございます。それでは、3つ目お便り紹介していきます。第3つ目、ラジオネームあっこさん、ありがとうございます。お花見の日が降水確率 100%、 あなたならどうする。あなたならどうする。花見は、雨降りが一番最高に綺麗でおすすめなんですと、インターネットに嘘を何万と書き込みをして、ネットのトレンドに乗って、花見は雨降りが一番綺麗で洒落てると世の中を洗脳させて花見をする。すごい努力しますね、この人ね、だいぶしかも何万って書いてあるけど、何万とインターネットでそういう情報を更新する暇があったら違う策を練った方が早いんじゃないかっていう気もしなくないのは僕だけですかね。なんか結構すごい、もう何が何でもこのイベントをこうね盛り上げてやろうっていうね、なんかだからイベントし慣れてる方なんでしょうね、きっとねなんかイベントをこう達成させたいという気持ちがすごい強い方なのかと思います。まあでも変な話、結構こう芸能界でこういうことね、
なさそうで意外とあったりはしますけどね。これどうなんだろう、嘘なの本当なのみたいなことをとにかくこう他人の名前を借りてとにかくこういっぱいいっぱい書き込んで、それがまことしな、こう本当に本当のことなんじゃないかっていう風にね、こう洗脳させるみたいな、そういうなんかこう方法とかっていうのは実際あったりしますけどもね。うん、芸能界の闇でございます。いやいや、そんなことないですよ、そんなことないですよ。はい、では次のお便りいきたいと思います。ラジオネームさきさん、ありがとうございます。ありがとうございます。お花見の日が降水確率 100%、 あなたならどうする？あなたならどうする？ドキドキ、うちが幹事だったら前もって雨のことも考えて、桜の見える居酒屋とかピックアップしてるかなということでございます。そうですね、やっぱりこう実際あるじゃないですか、お花見の日がね雨だった経験とか皆さんなくはないと思うんですけども、まあ、実際こうその雨でもこう外に桜があったりとかしてね、その雨に打たれた桜をこうあえて楽しめるようなね、そういう室内の環境とかね、お店とかっていうのも結構あると思うんですけど、そういうのをまあ探すということですね。うん、なんかまあさきさんね、名前がさきさんだけあってきっと女性なんでしょうけど、さすが女性という感じですよね。うん、なんか僕お花見のね感じ僕やったことないんで、そういうところ探す能力がちょっとあるかどうかはね謎なんですけども、まあ参加する側はね嬉しいでしょうねきっとね。うん、実際なんかこう雨に打たれる桜も結構風流だったりしますからね。はい、ということで、というお便りいただきました、ありがとうございます。その名もかゆかわしんじの夏メロセレクションです。ちょっと立ってますね。次でお便りじゃあ最後ご紹介したいと思います。ラジオネームゆいさん、ありがとうございます。お花見の日が降水確率 100%、 あなたならどうする？あなたならどうする？私が花粉症だから外に出たくないから参加することはないけど、お花見とか季節ごとのイベントの時しか会えない人が多いから、その人が参加するようなら花粉症の人や子供がいても安心できるように最初から室内の桜が楽しめる場所にしておくということで、あ、だから先ほどのさきさんとね似たような意見ですね。やっぱ女性はこう現実的というかね、こう人のことをこうちゃんとこう配慮したね、意見があれですね、目立ちますね、素晴らしい。やっぱこう室内で桜楽しむ場所を探すのがやっぱ一番無難なんですかね。そうだから花粉症ってのもありますよね。花粉症の方会場何人ぐらいいますか？あ、もうほぼ、あ、今会場にいて一人だけですね、花粉症じゃない人。すごっ。花粉症ほらやっぱ多いですね、花粉症の方ね。だからあれですね、突然そう誰でもなるんですよ。はい、皆さん覚悟してくださいね。覚悟してるってことで、もう花粉症じゃないって油断しておかず、こう、あ、そのものが効くんだっていうね、知識をちゃんと蓄えておいた方がいいかと思います。そうだからね、お花見はね、それもあるんですよね。そう、僕もだから花粉症になってから2回ぐらいかな、1回、2回ぐらいお花見にね、誘われたことがあったんですけど、そのお花見自体は楽しいんですけどもね、その時薬とかそういうのもやってなくて、なんていうんですか、めちゃくちゃただただ辛かったですね。お花見楽しいわーいっていう気持ちよりも、もう目もかゆいし、くしゃみも出まくるし、なるほど、で、鼻をすするじゃないですか。噛めばいいんですけど、こう鼻をすすっちゃって、いや、飲んでるお酒が味しないんですよ。ただただアルコールの、なんていうんですか、感じと、味のしない水をただ飲んでる感じって言ったらいいんですかね。そういうちょっと辛い思い出があってね。そう、だからこういう意見はすごいありがたいですね。ということで、今回は 1,2,3,4,5、5人とスーパーサイジンさんが3通ということですね。努力賞をねスーパーサイジンさんにあげたいですけどもね、それは無視してですね、そう悩みますね。でもね思わずぶりなことを言っとくっていうね、最初に読み上げましたかすみそうさん、花が綺麗に見える公園や通りを傘さしてみんなで歩いて、それからカラオケ行って桜の歌をみんなで歌いまくります、にしたいと思います。かすみそうさん、おめでとうございます。ありがとうございます。そう、やっぱまあ歌えてっていうのもありますけどね、僕がね、桜の歌をなんかみんなで歌うカラオケもまあまあいいじゃないですか。桜見るのも大事ですけどね、花よりなんちゃらって言いますけども、
ね、美味しいもの食べたりなんか歌歌ったりしてる方が実際楽しいのかなみたいな。どうですか、だって、ね、こんなこと言うと元も子もないこと言いますけど、花見行って、その例えば2時間じゃお花見してたとするじゃないですか、2時間中お花見てる時間って何分ぐらいですか皆さん。3秒くらい、3秒以上は見るでしょ。どうですか、1時間、2時間って1時間見ますか、お花見。半分見ないよねきっとね。15分すら怪しくない。そうそうそう、だからやっぱこうね、なんか桜の歌とかで盛り上がる方がまあ楽しいのかなみたいな思いませんか。なんかネバーあるところでね、お花見企画とか言って桜の曲みんなで歌おう、カラオケでとかっていうのがあったらきっとみんな喜んで参戦すると思うんですけどね。はい、僕も多分ね、桜の歌は結構歌いたい曲たくさんあるんでね、全然喜んで参加すると思うんですけどね。ということでね、今回もたくさんのお便りいただきました。皆さん本当にありがとうございます。そうなんですよ、このね、ダジャ、ね、どれぐらいですか、半年とちょっとくらいですかね、約1年ぐらいですか、7月からなんで、1年経たないぐらいですけども、半年ももう全然経ってるんですね。年をお届けしてきましたけども、9ヶ月、9ヶ月もね、お届けしてきまして、まあ、中でね、変な話ね、パーソナリティが変わったりとか、いろいろこう、ね、途中からフェードアウトしていったメンバーもね、いたりいなかったり、そこら辺は、まあ、大きな声では話せませんけども、大きな声で、そうですね、いろいろなね、こう、事件というべきかね、こう、いろいろありましたけれども、でも何て言うんだろうな、楽しかったですね。って別に今回が最終回じゃないですけど。だからこう年度もね終わって、平成も終わるし、ダジャも終わるし、なんかこういろいろこう寂しい気持ちにもねきっとなるかと思うんですけども、なんかこう全てがこう新規って4月からね、なんか新しいねラジオ番組がね今企画中ということで、ね、詳細もねきっとちょっとずつ出るとは思うんですけども、そんなこともまたね新しい年号っていうのをね楽しみにしながらね、なんかこう後ろめたいこととかもあるかもしれないですけども、まあ、その寂しさも抱えつつ、なんかこう新規って新しい気持ちでね、晴れ晴れとした気持ちでね、新しいラジオも新しい年号も新しい年度ね迎えていただければというふうに思います。皆さん桜って聞いて思い浮かぶアーティストって誰ですか。桜いない。いない。根本マネちゃんでしょ。そこは無理やりんでも、そうです。あれなんかどうなんですか、根本マネちゃんジパングってね、お CD を出してるんですけども、ネバーエル所属の根本マネちゃんという新刊を書かれるんですけども、ジパングの背景ってあれ桜ではないんですかね。勝手に僕はそう思ってるだけですか。スイレンって歌い出してるから、あれスイレンなんだ。スイレンって何月の花ですか。実際何月なんだろう。冬。全然お門違いだった俺。なんか曲調がさ和だからさ、なんか俺の中でジパングってなんか勝手なこじつけですけど、俺の中で3月4月ってこうなんかイメージが勝手にあったんですよ。なんかこう和風でね、こう花がこう後ろにこうあって、モネちゃんの服装とかも、まあ夏ですか。スイレンは夏だそうです。皆さん全然もう春を全然またいでましたね。冬でもなく春でもなく夏だったということで。はい、誰がいますか。桜で思い浮かばれてた小袋、そうだ忘れちゃいけない小袋。小袋あれもいい曲ですよね、歌詞がね。ラブと桜をかけてるの知ってました皆さんね。知らなかった。歌詞をねちゃんと見るとあれね、君の中に僕の中に桜ラブって小さくそう発音してるんですよ。そうだ、歌詞をねちゃんと見ないとわからないんですけど、ただこう素敵な曲だなって聞き流してしまってると気づかなかったりとかするんですよね。実はね、そうそうそう、そういう意味合いで桜ってねタイトルがついてる。あれもまたいいですね、うまいこと歌詞をねもじっててね、いい曲ですよね。ダジャでね、時々パーソナリティで参加してました、秋元慎太郎がよくね桜歌ってますけどもね、そんなこんなできっとね聴いてる皆さんも桜って言って思い浮かぶ歌ね、きっといろいろ違うとは思うんですけども、そんな桜の曲を心にねしまって、ぜひぜひ4月からダジャに変わる新しいラジオ番組、ぜひぜひ楽しみにしていただければというふうに思います。ということで、もうあれですね、あっという間にくっちゃべてるともうエンディングの
時間にね差し掛かりそうなんですけども、あれなんですよ、今回最終回1個手前の回ということで、僕がパーソナリティの回はこれでしかも最後ということですね。まあ、クリスマスイブならぬあのダジャ最終回イブということですね。今回で僕のねコーナー終わってしまうんですけども、皆さんねこう僕も半年以上ですねパーソナリティというものを進めさせていただいて、まあ、その中でねなんかこう感じたこととかをもう最後にこう話して終わりにしていけたらなというふうに思うんですけども、ラジオパーソナリティというのは他の他局でですね少しだけ、前僕バンドねやってた、ね、知ってる方も多いと思うんですけど、バンドやってそのバンドでね、4人で番組の進行してたことはあるんですけども、ソロでねやるっていうのがこのダジャでね初めてだったんで、いや根本萌音ちゃん分かると思うんですけどね、やっぱり最初ソロっていうのはね初回が一番緊張してもう何ですかねあたふたしながらね飽きてないそう会場にね根本萌音ちゃんいるんですけども、ね多分こう会場で見てる人がこう感じてる以上にね本人はめちゃくちゃ緊張してあっという間に終わっちゃったんですよ。なんかね僕今でも鮮明に覚えてるんですけど、僕が初めてダジャでソロでパーソナリティやった時に最後の方同じこと何回も言ってたんですよこれ恥ずかしいんですけども、要はちょっとこう早めにねこう何ですかエンディングに差し掛かっちゃって、来週も聞いてくれるかなみたいなことをねこう何回も同じこと言っちゃって、今で思うとすごい恥ずかしいんですけども、そんな経験もさせていただいて、本当にねでもその公開ラジオ収録ではねいろんな人たちにね来ていただいて、誰も来なかったっていう回がねなかったんですね。本当にいろんな方に来ていただいて、毎回違うメンバーで、ね、違う内容でお届けしてきて、本当にねもちろん怒られることや褒めてもらうこといろいろあって、やっぱりこう自分自身がねトーク力がつくことで、やっぱりこう自分自身のねライブのねやっぱこう合間の MC にもね生きてくるんですよね。それがやっぱりこう自信につながると、もちろんラジオもね盛り上げ上手にも、ね、なってきたしって自分で言うのもなんですけどもでやっぱりこうラジオのクオリティ、ライブのクオリティとかもね上がったりしてきたんじゃないかななんていうふうに思います。ということで本当にね感謝の、思いでいっぱいでございます。ぜひこれからもねその活動経験を生かしてねライブもラジオも頑張っていきたいなというふうに思いますので、よかったらぜひ追証のことも今後ネバールのこともこのまま続けて応援していただければというふうに思います。何を隠そう来週は最終回でございますんでね、絶対皆さんお聞き逃しのないようにね、よろしくお願いいたします。最終回ということで来週はですね、なんとネバール所属のアーティストみんなでね、パーソナリティにお届けしますんで、ね、豪華な内容となっておりますんで、ぜひ皆さん最終回を聞いていただきたいというふうに思います。ということで今回もですね、ラジャ聞いていただきまして本当にありがとうございます。9ヶ月間ね本当にありがとうございました。来週の最終回絶対に、聞き逃しのないようよろしくお願いします。それではまた来週お会いしたいと思います。皆さんありがとうございました。せーのバイバーイ。